被爆前、被爆後、米軍が撮影した八丁堀周辺の被爆前後、横断する道路が相追通りで、写真中大屋や,や右上が上、登町国民学校。その上、つまり、写真上部にある建物が、当時の NHK 広島放送局。広島市立上町小学校は、広島県広島市中区上町にある市立、小学校。 広島平和記念公園内にある原爆のこの像のモデルになった佐々木貞子及び B&B の島田洋七が在籍していたことでも有名。1873年開校。1872年の学生交付後、広島市内で最初に開校した小学校である。北東部に広島市の玄関である JR 広島駅、駅前商店街がある。また、 南部は福屋、三越等の百貨店や映画館、飲食店等が集中し、市最大の繁華街となっている。一方、北部には、出径園、広島県立美術館、広島女学院、上里町中学校、さらには、エリザベト音楽大学が隣接するなど文教地区に一致している。そのため、市の中心部にあって、周辺を高層のビルに取り囲まれている学校ではあるが、 完静な環境を持っている。1965年4月1日の広島市内の町名変更に伴い、町名の読みが上り町から現在の上り町に解消されたため、これ以前の卒業生などには上り町と旧称で呼ばれることもある。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により、被爆、校舎は全焼した。なお、 校内にあってその時被爆した黒金持ちの木は2002年に故死するまで生存していた。過去に在学していた佐々木貞子にちなみ、毎年貞子の命日前後に全児童が集い命と平和について考え合うコスモス集会が行われている。以前、毎朝の始業前、朝の駆け足と呼ばれるランニングを全児童が裸足で行っていた。当時は児童の怪我防止のため、 定期的にグランドの石拾いを全自動で行った。運動会も裸足で行っていた。現在では週2日昼に靴を履いてランニングをしている。詳しくは上町小学校の遠隔を参照。学区は広島市中区、東区、南区の3行政学区に属し34町内会に分かれている。卒業生は主に近隣の広島市立。 上り町中学校に進学する、広島女学院中学校高等学校も近い、ありがとうございます。